ちゃんと聞こえるように孫子登場、あ、登場した、うん、孫子登場、マジこれね、はい、あ、じゃあライブお願いします、ライブお願いします、道路を開けてください。はい、久しぶり。久しぶりです。ちょっと待って、せっかくなんで、映ってる。うん、全然。孫子の草の。孫子か。孫子って俺のことでいいね。八幡隆のことを孫子って言ってる。なんか、そうしたら、こぎつしちゃう。いやいや、一応確認したんだよ。確認したらなんかいいことあるんすか。で、今日はこれもちろん大津さんの指示。指示なんか受けてない。大津さんの指示はないけど、大津さんからはじゃあ否定されてないの？いや、指定されても俺やるじゃないですか。うん、だからあなたも意思、うん、あなたも別に俺を止めることはできなかったですよね。別に止めるつもりはないんですけど、はい、そんなこと言いに来たんですか。もちろん。政治家そういうこと言ってたんですか。そうよ、政治家が48党の車止めた車としてやってる行為でもあるけど、ごめんなさい、ちょっと中入ってもらっていいですか。中入ってもらっていいですか。おかしいなんか、使用者責任って言いたいだけでしょ。それって俺は個人でやってます。ごめんなさい、それは裁判所が判断するんでしょ。ごめんなさい、それは裁判所です。それは警察や裁判所だから確認してるの。だって否認は俺個人でやってる。ツイッターには何て書いてる、タイトルで。翼の党じゃなくて政治家女子48党幹事長って書いてない。書いてますよね。書いてるよね。書いてます、うん、で俺の個人の肩書きはそうです。静かに喋ろうよ。車来るんで、ちょっと待って。ねえ、じゃあちょっと待ってね。はい、車来ますよ。それ聞いたら俺らの言うことも。いや、なんぼでも結構よ、質問があったら質問よ、はい、受けてもらいますか。もちろん。ちょっと中入ってくださいね、危ないんで。あの、山中さんに俺を一戦まで雇いたいって話を聞いたんですけど、大津さんのお父さんの家に凱旋してほしいって。大人気だよ、そんなこと言ってないよ。いや、いや、ほんだから、それで言ってるんだと証拠の録音でも出しけたら、君たち平気で嘘つくじゃん。いやいや、あなたが一番嘘つく。あなたが一番嘘つく。あなたが一番嘘つく。一番残ってるから、ね、るっていうもう8割ぐらい嘘じゃないですか。存在が嘘みたいなもんです。これ大津彩香と黒川敦彦が一体になってるこのね、この図に関して誰が作ったんですか。はい、それは俺が作りました。あの作ったんで、はい、これ黒川敦彦と大津彩香と一緒になってるよ。一つの株。いや別に、別に一緒になってる時もありますよね。うん、一緒になってる時もあって、はいはい、一緒に、いや、あの、これ何にしてたかって当然のこと。移動しましょう、六本木に。じゃこの後、もちろん警察、民事も刑事も含めてやるための確認をさせてもらってます。入ってください。うん、はい。で、富山真紀さんは元気一なのに。あなたが脅迫したでしょ。脅迫なんかしてない。脅迫したでしょ。あれ脅迫ですよ。脅迫ですよ。脅迫しました。芝木に行くのは脅迫ですよ。芝木に行くっていうのは脅迫。脅迫です。脅迫でしょ。お茶を芝木に行くとかそういう話じゃないですよ。あの反社からの借り入れって実際やってますよね。やってないな。誰からじゃあ具体的に言ってよ、反社って誰、どこの人。お前警察。いや俺らケチだろうがよ。持ってるんですよ。持ってるんだったら出せばいいじゃん。そんなガセの情報なのに。あの、ガセの情報よ。反社だから、あのね、反社本職ごめんなさいね。組名も俺ら把握してるし、だから言えばいい。名前も把握してるんですよ。誰言ってくれたらいいと。いやいや、企画するあの、それ、その人は個人なんで。だから、反社かどうかについて反社ってご存知ですよね。ただの無職のおっさん。知らないよ、だって反社なんていうのは警察以外に認定わからないでしょ、そもそも。でも令和2年に借りてますよね。誰から借りてるの。参議院選後、令和2年だから。そうやって入るな。いや、俺ら持ってるんですよ。持ってるんだったら見せてよ。ここで話さなきゃいけないんですか。ここみんな見てる。みんな見てない。ちょちょ、立花さん、立花さん、駐車場どうしましょう。駐車場、駐車場に、駐車場に。駐車場だって他人の。本当に借りてないです。本当に借りてないですか。借りてないよ。それめくれたらどうします。別に死んでもいいよ。いや、まあまあ、あなたが嘘つくから、嘘つくから、申し訳ないです。あなたが借りてないって言っても、俺らもう信用してないから。別に、信用できないんだったら。一応聞いただけです。一応聞いただけ。いやいや、だから出しますから。それ。じゃあ、今のところで言うからね。加藤マリノの不動産質問とか。じゃあ、君は、ね、この間大津彩香さんと一緒にね、YouTube に出て、俺のスポンサーが、なんか誰かを使って、大津さんをなんか殺すっていうこと言ってるよね。てか、青汁に相談しましたよね、今回の件。何の相談よ。いやいやいや、でも相談はしてますよね。この、いや、例えば青汁にお金を借りる相談とかしてますよね。合ってますよね。一個ずつ。合ってますよね。青汁と合ってますよね。結構頻繁に合ってますよね。合ってない。いや、でもお金借りる相談してますよね。それはだいぶと前でしょ。最近もしてますよね。してない。ちょっと待って、一つずつ解決しようよ。いや、でも青汁とは話をしてますよね。一つずつ解決しようって、大事なことだからね。いや、青汁とは話をしてますか、してませんか。話をしてる決まってるじゃん。ですよね。でも会ってないよ、そんな頻繁に。
でも話はしてますよね。だからそれとどういう話をしてるか教えてよ。だって全然関係のない話もいっぱいしてるからさ。でもじゃなくてちょっと一個塔が傾いてることについて青汁に一個ずつ話しようよ。いや今言ってるで、まさに話してますよねと。一個ずつ話しよう。だからあなたと大津彩香さんが2人で YouTube 出たことはありますよね、最近ね。あるでしょ。そこで橘のスポンサーが、はい、折原なる人物に、はい、大津彩香さんを殺害しろということを言ってますよね。本当に来ると思う。それは言ってないの。それは折原がこう言ったって俺は言ったの。そうだよね、それを言ったのよね。それ確証を取った。いや俺は折原がこう言ったってことを伝えたわけ、はい、それを確認したかったんです、はい、結構です、これだけです、はい、別にその後折原がどういうことをね、どういう証拠に基づいて言ったかっていう確認は取ってないのね。俺たちは折原が言ったことを皆さんにお伝えしたい。あと1点、マリノちゃんが一番好きなプレーを教えてください。マリノちゃんが一番好きなプレーを。でも青汁とは話してますよね。話してる当然、はいはい、いやだからもうあんまり俺らもうここで橘さんに俺もう聞くことないんですよ、どうせ嘘つくから。だって反社の借り入れだって別にもう嘘ついてないって言うしかないじゃないですか。反社の借り入れだって言うんだったら具体的な人まで把握してるんですよ。だからそれを教えてくださいよ。隠蔽するでしょ。何してたの。いやいやいや、そしたら手回していろいろやるじゃないですか。それがあなたたちの言っている。いや大丈夫ですよ、準備してやりますから、心配いらないです。だからじゃあそれはね、はい、それの事実が仮にあったとしてよ、はい、じゃあ今度あなたに聞きたいのは、はい、そのお金を青汁くん、いわゆる三崎裕太くんが、堀江さんが出してるっていうことを言っていますよね、はい、うん、その証拠はどこにあるんですか。それ全く事実無根ですよ。証言です。映像バッチリ。証言っていうのがあなたの証拠ね、はいはい、でもあなたが嘘をついてると俺ら思ってますから。だから自由なんで、はい、あなたは、はい、もうあなたは嘘をついてると思ってます、うんうん、とにかくじゃあこれは大津さんも理解した上でやってるんだよね。それだけあなたが大津さんと一緒にやっこれだけ覚えてる。いえ俺らは勝手にやってます。でも政治家女子連携党の幹事長だよ、ね、俺らは勝手にやってます、うん、いいんだよ、別にいいんだよ、はい、あなたが勝手に動くのは構わないけど、はい、大津さんは止めてないよね、はい、要はね、大津彩香さんがこれに絡んでるかどうかを知りたいんですよ。絡んでないというのは分かります。そういうのは当たり前だよね。じゃあ君は大津さんとどういう関係。大津さんは君の上司部下。いや大津さんは当主ですよね。だからあなたが上司だったらあなたは部下でしょ。大津さんの部下であることは間違いないよね。いや俺ら翼の党の活動とか個人翼の党出た、はい出ました、翼の党ですね。この活動翼の党、ね、個人の活動もあります。翼の党、今日黒川敦彦です。今日は俺主催で言ってます。翼の党の人だよね杉田。俺今日言ってます。今日これは主催は黒川敦彦と言ってます。そんなのは誰が言うかじゃなくて中身の翼の党の人でしょ。そうですよ。いやいや翼の党の口座を抑えるのに翼の党の活動どうか知りたいんだけど、その党の関係者が少なくとも2人いますね。いたから何ですか。いやいや、そうじゃないですか。俺今日主催者は黒川敦彦ですと言ったじゃないですか。落合仁志とは NHK 党ですか。落合仁志何。落合仁志は NHK 党。落合仁志、落合仁志、落合仁志は君たちのいたんでしょ。いやいや、手伝ってじゃないですか。NHK 党っすよね。手伝ってじゃないですか。今 NHK 党じゃないですか。関係ないじゃん。政治家女子48党でしょ。正常にいるんですね。違う違う違う、いるもん何もないか。もうこのやり取り面白くないからこれで終わりにしたいです。あの鎌倉さんの性犯罪についてはどう思いますか。鎌倉さんの性犯罪それは関係ない。聞きたい。鎌倉さんの過去の性犯罪についてはどう思いますか。それは関係ないでしょ。小山真紀さんはこれ関係ないで、ね、いや関係ないじゃなくて、あなたが脅迫した相手ですよね。だったら脅迫したって言うんだと小山真紀さんが僕に対して訴えればいいんじゃないですか。立場の人に芝生って言ったらお前だろ。お前がとんでもねえことになってます。ヒルズマイが、ねうん、でだからもう確認したいことがいっぱいあるからね。今日は反社からお金を借りたっていうことを俺に言ってるの、ね、いや間違いないよね。、はい、それは分かりました、はい、で今日のこの活動は少なくとも翼の党の関係者が2人いるのね。翼の党の人じゃないの。翼の党の人いない。他に政治家女子48党の方はいらっしゃらないの。他に名乗ってるその大津さんの部下っていう全然いないです。いないの。でも政治家女子48党の人でもあるでしょ。そういうことね、はい、それはもう十分使用した責任問えると思ってるから、はい、その前に豚箱行くんじゃないですか、うん、それはあなたがそういうのは自由です。最後終わる前に最後終わる前に豚箱行ってもらいます。まあいいんじゃないですか。フリフリ4番目の斉藤健一郎だ。被害届け多分 4,5 件出てますからね。俺が把握して届けなんか出すのも簡単じゃん。もう面白くないんでもうこれでいいんじゃないですか、うん、もう勝手にもう取っ
とっとと帰ればいいじゃん。いやだから、あんたが来たから帰ろうとしたら来たから来るんだったらもっとなんかもっと前で来た。まあまあいいや、まあいいや、もっと何、まあ、いいや、まあ、まあこの、まあちょっともうこの人いじってもこれ以上面白くない。でもあなたははっきりと言ってるよね、大津彩香さんのためにやってるって言ってる、ね、俺は個人的にやってますよ、うん、大津彩香のためにやってるの、個人的にファンが応援してダメなんですか、うん、そうだよね、ファンが応援してダメなんですか、いいよ別に大津彩香のためにこういう迷惑をしてる、無理筋だから、無理筋かどうか、いやだからまああなたがやったらいいじゃん、もう終わりにしよう、大津さんも終わりにしよう、終わりにしよう、終わりにしよう、もう終わりにしよう、もうだってあんたがやってる裁判とかさ全部負けてるしさ、あんたが言ってるほどほとんど嘘だしさ、もういいじゃん、ちなみに君は130万円もういらんのか、だってあんたと話しても意味ない、議事官とか、あんたと話しても意味ない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 、意味ないと、だいたいあれだよ、議事官帰ろうとしてる、帰ろうとしてる、もう少し帰ろうとしてる、もう少しなるんだから、もう終わりし、もう面白くない、じゃあもう帰り、もう面白くない、じゃあもうとっとと帰りなさい、マリノちゃんとなんで別れたんですか、なんで分かれたの、マリノちゃんなんで君たちそれでプライベートの俺はいいけど、いやいプライベートの外して付き合ってるって自分で公言してたじゃないですか、それなんで、なんで別れたんですか、そんな質問に答える人ないでしょ、いや気になるじゃないですか、気になったからって答える人ないでしょ、ただ個人的な質問です、俺別に高橋さんの嫌いじゃないですから、別にセンシティブ問題お嫌いじゃないんやったら、ちょっと連絡先交換してくれ、いや、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、ご飯行きましょうじゃん、あ、それはよ、お、焼肉連れてください、それは焼肉連れて、焼肉行きます、ちょっと杉田君ちょっと話しておいて、杉田君ちょっとちょっとこっち来て、毎週毎週毎週杉田さん、毎週でもいいですよ、どれが違うの、こっちね、あ、まあ、公開されちゃうから、書いて貸してください、電車通ります、ちょっと映さないでよ、世界で発信されてる、なんか誤解がある部分があると思うから、俺は杉田君とあんまり喋ってない、なんか来てる、大丈夫、書けました、オッケーね、はいはい、いつからそれでそれはいいと思います、俺も、うん、はい、で焼肉食べたいです、焼肉、うん、お深い話、うん、じゃあもういいよ、はい、なんかでも俺と話したいことはないよね、別にあるんだったら全然聞くけど、なんかは晒さないでくださいね、もちろんもちろんもちろん、はい、だから別に話したいんだったら聞くよいい、ああ立花さん、特に山本太郎さん、いやもうあの君はいいよ、もう誰はいなかった、おい立花、おいおい、いやいいじゃん、ねえだろ、ほらあの簡単言うわ、おい立花、青汁のうち行った、おい青汁のうち行った、今殺すぞって言いました、あ、日を降らせるよ、お前大丈夫か、耳なんとなったか、おい見たくなるわ、おい見たい、お前大きな声出さない、いけるね。